新言宗全通寺派宗務長新言宗全通寺派は、日本における新言系仏教宗派の一つで、古義新言宗に属する。総本山は全通寺。新言宗全通寺派の歴史は、人外が曼荼羅寺を改装したことに始まる。人外は新言宗の寺僧の奥義を極めた。その名声をしたって、多くの入門者が集まり、門下から生存などの多くの瞑想を輩出した。 人外が伝えた辞相は、小野竜と称され、人外が竜祖とされた。1115年増春が、加重寺勝る福音において、現佐氏から、伝望勘定を受けて、その宝刀を継いだ。人外創剣の曼荼羅寺の神院であった、増春の重望であった、随神院において、増春が、辞相の流派である、随神院流を分派した。この頃から、曼荼羅寺は、随神院と称されるようになった。 明治政府の宗教政策により、他の新言州宗派と1879年に合同する。多くの寺院が離脱していく中で当時を中心した四派連合を形成していたものの、1907年、随心院を本山とする新言をの派として独立する。1931年3月14日には、新言小野派の周期を改正して、新言州全通寺派と解消した。 この時に、随身院に、農家食を置き、州務省全通事に設けることになった。1941年3月、抗議新言衆、新議新言衆系の宗派が、政府の政策によって合同し、大新言衆が成立する。戦後、大新言衆から独立し、1947年4月、短賞の新言衆と交渉したが、 他の新言州各派の均衡を思いばかって1972年7月17日に、新言州全通寺派と称して、現在に至っている。育派育みなもと、誘拐育栄育章育賃、有信遊栄有女育腺、育成村王、京帝育健法院炎流光観光,光,光、天光区に広光玄造玄赤月辞定玄有辞定、再起朝日宮火、再起法、 従う松井育明連生館前、亀井雄英連生吉高高、吉聖淳樫原都途館里市純,純子に新言衆の、競技に準じる。ありがとうございます。